ちんとしまっておこう。騎士アンバー参上しました。今後何か必要なことがあれば何でもお申し付けください。飲んだわよ。試合をしよう。
は何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？そうなの？鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。もうできたの？うん、いい匂いがするわ。ではいただきます。はん、思ったよりおいしい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから、君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。冒険者協会のサバイバルのプロとは私のことよ。
めておこう。旅の収穫だ。えっ、うっけ。
界の深部にいる漆黒の巨大クジラ。なんて素晴らしい題材なのだ。